フィギュアスケート、世界選手権21日、日本時間22日、第2日カナダモントリオール男子ショートプログラム、SP 写真、会場で笑顔の宇野昌磨とホンダマリン、モントリオール安倍健吾、3連覇がかかる宇野昌磨、26トヨタ自動車が今期 SP 世界最高で首位発進した、4回転フリップ、4回転マイナス3回転の連続トーループ、トリプルアクセル、3回転半、 を成功させて107.72点、2位に百0 6 3 5点で、鍵山優馬、オリエンタルバイオ、中京大、3位に105.97点でイリアマリニン、米国がつけた。ウノが首位に立った感情を素直に発した、正直、あんまり、気分はいいですけれど、いい点数をもらって、笑いでも1点でも2点でもそんなに変わらないので、フリーの、男子なんか特に、10点でも変わらない、まであるので、 とりあえず今日と明日だけ喜んで、明後日からはもう一回何もなかったのかのように切り替えて、とは思っています。冒頭の四回転フリップは、今までの試合で一番いいフリップを飛ぶことができました。と振り返るべき、完成度の高い演技でまとめきり、目いっぱい演技していたので、素晴らしい賞。とだったのかなと思います。と総括した18日の公式練習で、 やれることを毎日限界までやってきた、練習に後悔は全くない、いい結果を望みながらできたら、と話していた。この日の午前に練習リンクで行われた公式練習では、気になる、と話していた四回転フリップなどを確認する姿があった。過去2回の世界選手権と違い、優勝の困難さを自覚していた。昨年末に全日本選手権を制した後には、こう見通した。 この競技人生やってきた中で、最高の演技をしなければ勝てないっていうのは分かっている。まずは最高の調整をして、この3ヶ月をちゃんと利用して、無難な演技をしても2位、3位にしかならないので、優勝をちゃんと狙える。マリニン君と戦える練習をしたいなと思っています。名前を挙げたのは、クワッドアクセル。四回転半を操る、四回転の神、マリニン。しっかりと勝負を意識して。 この舞台に立っていた演技後はガッツポーズで喜びを表現中1日で23日日本時間24日のフリーを迎えるこの二人と比べると年齢を重ねているので明日はしっかり休みたいと思っています上位3人の記者会見で年下の二人に目をやり穏やかに微笑んだ最大限の準備を施し今季最後の演技に向かう世界選手権男子の連覇カール・シェイファーの7連覇 1930から36年が最長。5連覇はウルリヒサルコー1901から5年。1907から11年、ディッグバトン。1948から52年。4連覇はウィリー・ベッケル。1925から28年、ヘース・アラン・ジェンキンス。1953から56年、スコット・ハミルトン。1981から84年、がいる。 3連覇は直近ではパトリックちゃん2011から13年ネイサンチェン2018から21年がおり歴代で7人うのが達成すれば日本勢初で8人目3連覇以上では14人目となる